さんこんばんは。ゲームプロデューサーの今泉純です。広井王子です。この番組は千思万考のエンタメ界で生きる2人が視聴者から募集した話題や2人が今気になっていることを語る番組です。千思万考を何度も考えること、大事だね。またあれこれ考えて思いを巡らすこと、ね、散歩しながらするといいですね。先週に引き続きゲスト来てくださいました、高ためのアルケミストでイレーネ役を演じている森山ゆりかさんです。はい、森山ゆりかです。今週もよろしくお願いします。森林、はい、ありがとうございます。森林です。森林です。森林と申します。森林です、ね、ちょっとほぐれてきたところでね、はい、どんどん行きましょう。はい、あ、広井王子への質問6。まあ、あの勉強のために結構映画とか、はい、おすすめの焼肉屋聞けよ。おすすめの焼肉屋、おすすめの焼肉屋さん。なんで勉強の話し始めんだよ。俺には焼肉の話だったのによ。どう考えても焼肉はこっちの方が美味しいの知ってそうじゃないかよ。そうだ、なんかもうあの時食べ物で頭に。おすすめの焼肉屋さんはできるだけ近所で、はい、あのしょっちゅう行けるとこに、しょっちゅう行くの、はい、月1回とか、うんうん、1年ぐらいすると顔なじみになるから、はい、そうすると誰か連れてってもかっこいい、はい、いろんなことを注文できるし、はい、そのメニューにないことももしかしたら出してくれるかもしれないし、そうすると、うん、あ、この人は素晴らしい人なんだってみんなに思ってもらえるから、できるだけ馴染みの店を作った方がいいし、焼肉なんて特に本当に何が出てくるか分かんないから、うん、確かに。でそれが値段相当のものなのかなって俺たちは分かんないので、肉でも残ったけども美味しいものとか、部位でもクズの部位でも美味しいとこあんのよ。そういうところを出せないけども、あの馴染みのお客には出してくれたりするっていう風になっていくことの方が僕はいいと思う。いいですね。なんかこう後輩とか連れてった時にすごいなんかスマートに美味しすぎるのも、あ、みんなもね、久しぶりみたいな、お店の人もあーどうもーって。大将じゃあいつもおすすめ入ってる。それでいこう。ありがとうございます。はい、ひろひろじへの質問どうぞ。いやいや、もう喋ったら。聞きたいことがあったはずなんで。いいんですか。いいですよ。まあ、勉強のためにあのたくさん映画とか見させていただいてるんですけど、もうこれだけは絶対に見とけみたいな作品があれば教えていただきたいです。もう今週終わっちゃうこの話。たがために金はなる。何ですか。たがために金はなる。たがために金はなる。たがために。たがためね。いいですよ。たがために金はなる。あと道。道。道。どんな映画です。